はい、どうも、にまろです。まあ、どうやら今回のアップデートで村人になんかパンとか与えることができるようになったみたいなんで、ちょっと試してみたいと思います。まあ、今回はちょっと大型アップデートの内容を確認という趣旨でやっていきたいと思います。拾うんかな、パン。あ、拾った、拾った。おい、パン。あ、拾った。これで親密度が上がるんよな。あ、もういらん、パン。パンいる？くらえ。おお。特に取引のアイテムが増えるってわけじゃないな。これで線と、どうも繁殖線みたいだけな。パンを拾うね。パン食うんだね。ちょうどあの二人の真ん中に置いとこうか。ほい。ちょっと距離が足らんかった。ほい。どっちが取る？どっちが取った？わかんねえ。はい。あ、パンがなくなった。で、あと村人が畑仕事するようになったみたいなんで、ちょっとここら辺に、ここら辺？こっちにしようか。こっちに畑でもちょっと作ろうと思います。一応簡単な自動収穫機能付きの畑を作ってみました。もうこうポチッとやれば農作物が流れるっていう感じですね。果たして村人は本当に農作業やってくれるのか。まあ、まずここでちょっと今隔離しといた村人をたちに種とかあげた方がええんかな。持ってけ持ってけ。小麦も持ってけ。拾え拾え。拾ってくれたか。おお、でも全部拾っとるな。じゃあ解放、解放します。じゃあちょっとこれでしばらく様子見てみようか。まあこれは自分で植えたんだけど、全然畑仕事やってくれる気配がないな。なんか条件があるんかな。まあちょっとこれは今回保留で。もう一個気になったのが新しいアイテム。新しいアイテムで防具盾。あと、これも初めてかな、スライムブロック。ちょっとこの2つを作ってみようかな。棒と石の範囲高、棒と石の範囲高。これをどこあったっけ、ここか。僕たてできた。で、これどうしよう。まあ、このウェポンの隣のようなのも置いとくか。金のチェストプレート、おお、いいね。え、これ鎧とかも、あ、かぶせれるね。はあ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 、すごいな。ちょっと昔エンチャントした鉄の装備式、どうせいらないからつけといてあげようか。はい。はあ、こんなんあるんじゃ。で、もう一つスライムボール、スライムボール、スライムボール、9個ある。あ、もういっぱいあるじゃん。ちょっとスライムブロック作ってみようか。その前に寝よう。
一体どんなアイテムなんだろうな。上に乗れるんかな。あとスポンジってのもあるらしいんだけど、それのことかな。はい、スライムブロック、これはなんだ一体。この辺置いてみようか。あ、なるほどね。跳ね返してくれるんだ。はいはい。あ、これ面白いな。これ一個置いとこっこに。はい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 。うん、バウンドするね。だから高いところから落ちても平気ってやつか。回収で、うん、簡単に回収できる。だからこれを、これをちょっと待てよ。試しにここに置いてみようか。よっしゃ。あ、屋上なんですけど、これ今屋上なんもないです。まあどんなことしようかなと思ってて、まあ何かいい案があればちょっとコメント欄にてお願いします。じゃあ行くぞ。死ぬなよ俺、死ぬなよ俺。はい、ダメージ食らったけど死んでない。はあ、はあははあ、一応ダメージは食らうんじゃな。まあこんな感じで新しいアイテム、あとスポンジっていうのがどうやって手に入るか気になるな。ちょっと調べてみようで。はい、じゃあ続いてなんか釣りで釣れる種類が増えたとか、それであとエンチャントにラピスラズリなんだっけ、ラピスラズリが必要になったっていうんでちょっと確認してみようかな。とりあえず釣り竿にエンチャントしたいと思います。え、あ、まずここにセット C の、あ、だいぶ変わったな。はあ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 、こうやって分かるようになるんじゃな、大体何がエンチャントされるか。でラピスラズリできた。耐久力3。入れ食いとかそういうのがついてほしかったな。でじゃあ何が釣れるかちょっと試してみようか。だからこれちょっとラピスラズリは回収、違う、こっちじゃな、もう鉱石類のチェストボックスに。まあ釣りをしようか。その前に寝ようか。ちょっとよし、釣りするぞ。何が釣れるかな。なんかフグとか増えてたね。畑ちょっと一応もう一個増やしたんだけど、何も仕事してくれないっていうね、農民が。じゃあここが釣り場で、こっちから使おう。よいしょ。釣れねえな。ん？なんか釣りのモーションが変わったとかって書いてあったんだけど、ネットで泡が立つって言ったな。なんかち
釣れねえぞ。あ、びっくりした。あれ、イカか。こいつは釣れんだろ。こいつがおるっけ、釣れんのかな。じゃ、この辺で。なんか釣れる気しないね。おかしいな。場所が悪いんかな。こっちはイカもおらんし。イカ？タコ？まあ、どっちでもいいや。なんか釣れてくれ。どうなったら釣れたことになるんだろう。まあ、浮きが沈むんだよな。釣れねえな。なんか水がところどころで跳ねとんだけど、これ関係あるんかな。あ、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 なるほどね。今分かりやすかった、すごい。魚がヒットする瞬間が。あれにタイミング合わせるんか。釣れた。何これ。フグか。はあ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 、面白いな。魚がかかる瞬間分かるんじゃん。これは普通の魚？生魚。フグとか何に使えるん？で、なんかガラクタとかも釣れるみたいよな。ああ、面白いな。ちょっと釣りだけでも面白いかもしれない、これ。釣れない。いや、そうそう、来そうな気がする。おい、来た。釣り竿の耐久力がなかなか減らんな。ああ、なるほどね。まあ、こんな感じで。あ、釣り竿壊れそうだっけ。壊すまでやっとこうか。壊れる瞬間ってのを知らんけえな、釣り竿が。あれ、ピチピチ、なんか泡が立ってるところが魚がおるって感じなのかな。かかんないね。いや、なんか来そうな気がする。そろそろ泡が激しくなってきた。大物、大物。そうでもなかった。 釣りが楽しくなったな、これで。前は浮きが沈むのをずーっと見てるだけだったんだけど。 PS4 版もだいぶ PC 版に近づいてきたって感じなんかな。そうそう、来るんじゃないの。お、お、来た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 。なんで革靴が泳いどんな。 何で壊れた。鮭、生鮭。 はい。
そういうわけで、まあ釣りはこんな感じで。で、次はちょっとウサギを探しに行きたいな。ウサギ、ウサギ。ウサギを確認せんとな。その前に、なんか植えてくれてる。ダメじゃな。畑仕事してねえな。まあ、次はちょっとウサギを探しに探検してきます。はい。ちょっとウサギを探してたんですけれども、見つけることはできませんでした。サバイバルモードで。で、あと、もう一つアップデートで確認したかったのがスポンジなんですけれども、これもちょっとサバイバルモードで入手する方法がわからないんで、今回はまあここまでとします。それじゃあまあアップデートの内容の確認でした。ではでは。